だよね。1000円ペガチャレンジですね。曲を流したごっつぁい。また50枚ぐらいになったら戻ってきます。タイプで増やす作戦がうまくいくことってあんまないんで嬉しいです。ただこれをどうするかですよね。やっぱ番長ですかね。もうでも今日はやめた方がいい気がする。本当に吉宗って無理でしたっけ。天井無理か、無理かな。でもすごい回るときめっちゃ回るけど、いや足りない可能性ある。でもビッグ引けば2万ぐらいは取り戻せるかもしれないけど、吉宗3にします。どれがビッグ引けそうですかね。分かんないですよ。それより先に当たるかもしれないじゃないですか。天井行かないかもしれないじゃないですか。そんなの分かんないじゃないですか。天井に行かない台はこれだ。とりあえずモード B だったらいいなっていう。はい、吉宗3です。今400枚もないか、もう350枚ぐらいあると思うんですけど、これでなんとか当てます。ビッグを引きます。モード何かな。ガチ天井までは、まあ、確実に持ちコインは持たない。いや持たないことはないけど、本当に異常に回るとき異常に回るんで奇跡が起きるかもしれない。お正月ですか。お正月はもう暇でした。何にも、あ、何にもではないな。ずっとゲームやってました。ゲームって言ってもめちゃガツガツこう戦ったりとかするようなやつじゃなくて、ノベル、サウンドノベルのゲームをずっと読んでましたね。はい、すんごい長いんですよ。すんごい長くて、でもめっちゃ面白くて、すごい先が気になりすぎて、年末年始のお休みはほぼテレビの前にいましたね。あとは、あ、そうそう、年末にちょっとキャッツ見に行きました。また2回目なんですけど、泣いた、すごい泣いた、もう号泣しちゃって、そんぐらいですね、マジで。お、線溜まってしまった。ちょうど200超えたあたりですけど、はい、高確率です。ポイントから、まあでもとは厳しいんじゃないかな。おお、ほうほうほう、いやー、お、なんだなんだ、違うね。まあ協約だったら勝ち替えが、おおおおおお、待って待って待って、当たるの、当たりそう、イエーイ、タボハに来ました。え、今のでも待つでかな。225ゲームです。よし、持ちコインない。150枚くらい残ってますね。よっしゃ、しかもプレミア、いきます。あ、赤いじゃん、赤いじゃん、ビッグビッグ、おー、ビッグ確定、よっしゃ、取り返せるぞ、これは。あ、そう、調べたんですけど、松も勝ち替えありました。弱役でもめちゃめちゃ薄いです。松 0.4%。 でも松だと
ピック確定みたいです。松で勝ち替えだとめちゃめちゃ薄いとこ引いた。あ、やったよ。はい、うん、よし、ビッグです。あー、ほんと松さまさまだ。待って、何が出てきてくれますかね。 G できます。はい、 G ビアがやりたいだけなんです。おう、ほう、はいはい、まあ蜜が残りますわね。お、炎エフェクト来た。ジビア、よし、はい、ではのみすぎないように、よし、ああ、欲しいな、はい、ビールいらない。あー、飲むし、いいよいよ、タイ、タイ欲しい、タイはこっちだ、よし、うじゅう、焼き鳥、焼き鳥、おう、あー、あー、あー、ビール、おー、正解、おい、だし巻きがめっちゃくる。だし巻き食べたい、食べたい、ビールはいらない、よし、だし巻き食べれないんだよさっきから全然。いや、だし巻きなんで、全然全然ダメだ、ビールはいらない。いや、おー、飲むなよ飲むなよ、ここがちょっと怖いですね。青、レア役です。そして、よかった、変えてくれた、ビール。さあ、タイがあるぞい。これがいい。よし、食べますね。僕はもう超えてるよね。はい。よし。で、ウコン欲しいな、回復。うん。バッチリバッチリ。で、次のビールがいらない。よし。焼き鳥は食べたい、よし、ビール、あ、こぼれいくらまでいけたいな、ビールいらない、飲むなよ。あ、でもウコンウコンなんでどっちかもらいましょう。よし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 、おこぼれいくらが来てるな、ウコンウコン、いや、焼き鳥食べる。さあ、こぼれいくら、ここ勝負どころ、よっしゃ、うまいうまい、まだまだ、うん、まあ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 かな、70うまい。さあ、ビールあるけどこれはいらない、飲むんだね。こぼれいくらです、次、またまた、いくらいくらいくら、よし、すごいうまくない、めちゃめちゃ上手よ今日。お、まだまだ、おう、100で、次がビールなんだな、これ飲むと終わっちゃいますんで、おう、ウコあるし、はい、食べる、食べない、食べれない、だし巻き、ウコン、ドン、うっ、お、枝豆は食べるんだね、はい、次のビールは避けなくてはいけない、これなんだ、でも、あ、いいってことか、オッケーオッケー、そうだよね、
結構頑張れてる、頑張れてるけど頑張れてない。ガッ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 シャッ。そしてタイ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 、うん、すごい枚数いってない？500近くいってる。ビールは飲まない。よし、焼き鳥、おい、ビールはこれは飲まないで、飲まないで済まない。うん、まあ、しょうがない。いや、めちゃめちゃ頑張った。460枚、まだ1個目ですからね。やったー、100枚以上は持ってるから、これでもう500枚は余裕で超えた。まあ、取り戻すにはあと2個で500枚ぐらい乗せれればバッチリですね。なんじゃなんじゃなんじゃ、乗せてくれたら嬉しいけどなー。弱地かー。おお、え、あ、上の世界、お、20。まあ特に派手な上乗せとかはなかったですけど、とりあえず1個目終了。はい、2つ目いきます。ゴー。あー、怪しいな。あー、ジブレイクです。頑張るか。100はちょっといただけないですね。あららららら、100です。なんだよ、せっかくジビアでめっちゃ乗っけれたのに。きゃ、うん、早いな、やっぱ。あー、お願いします。15台でもいいよ、一回も引いたことないですよ。大丈夫かな。あー、怪しい怪しい、やだやだやだ、通り過ぎろ。あー、こっからの昇格もないです。はい、ジブレイク。あ、なんで。100、100ちょっと足りないな、まだ2万円ジャスト投資ですからね。もう1個出てきてくれたらいいけど、これで700枚ちょいですね。ほんと足りないの、100枚ぐらい。終わりよった。733枚ない、終了画面もデフォルトです。733枚か、多分今900枚ないぐらい、900枚弱ですね、全部で合計。よくでもここまで巻き戻したと思いませんか。すごいよ、もう勝ちみたいなもんだよ。クレアウトかな、いいですか、いつもの感じになりますが、で、あの眠りを打ちます。朝一台だ。今日は大都デーですね。よし、いきます、当てます。真ん中がついてない。あっチリお、暑いんじゃない？今リプレイでしたもんね。お、赤？あ、あ、
当たってますね。チェリー重複です。はい、あ、やった当たった。いやで、これでビッグがいいな。211ゲーム。おお、赤同色ビッグです。バッチリ。これでとりあえず今使った分はちょうど取り戻す感じ。番長にでもするか。どうにもできなかった番長ですね。これでもサラバンか。よいしょ。もういけなかった、304枚。あ、うん、チェリーか。当たりませんか。おお、お、はいはいはい。さあチャンス目からの、でも8点か。むむむ。え、今緑だったよね。これ、あ、これで当たったっぽいですよね。その前多分見ても入ってなかったと思うんで、このチャンス目で当たったっぽいです。183ゲーム。何かな、ビッグがいいな。あー、負け。残念。微妙になってきました。他に何かあるかな。ジャグラーかな。ちょっとあのさっきのすぐ当たったのが気持ちよかったんですよ。もう一回打ってもいいかな。ジャグラーに行きます。当たりやすいはずのジャグラーに。はい、結局まんま減らしちゃってますが、今500枚弱ぐらいコインがあるはずです。なのでこれでビッグを当てて綺麗に終わろう。370ゲームからですね、回しております。ごめんなさい、なんでもないです。言うてもそんなハマらんでしょうと思って、370ゲームはハマってるやつにあえて座りましたけど。あ、ケンタッキー食べました。ケンタッキーめっちゃ大好きなんですけど、週3で食べれる余裕で。でもあのレッドホットチキンが一番好きです。辛いやつ。あ、ごめんなさい、逆に私は足の部分ってお願いします。今日もそれを食べましたよ、あの部分。あ、びっくりした。めっちゃ大きい声出しちゃった。ガコンガコンと同じぐらいの音量でいっちゃいました。タチェです。448ゲーム。さあボーナース。今100枚ぐらい使ったところなんで、でプラス150枚ぐらいにはなったのかな、ここに来てから。あとおそらく350枚ぐらいです。おい、はいはい、チェリーシャー。48ゲーム、早いです。おおっ、ビッグボーナース、調子いい。で、多分20枚ぐらいしか使ってないはずなんで、あと100枚ぐらいで多分1000枚になると思うんですけど、おそらく。いいな、6号機ジャグラー。もうワンビッグですぐ引けたら確実にプラスです。
パンチェリー来ましたね。はい、あ、そっとソフトビカリ239ゲームです。ビッグであれ、よし、あう、違った、そういう感じ。はい、ビッグボーナス。はい、まあでもやっぱり100枚ぐらい足りないんですよ、絶対やめます。この20枚がもしかしたら差が出ちゃうかもしれないですけど、いやどうかな、少ない気がするな。900ある、ちょっと微妙です。足りない はい足りなかった、なんだ、結構足りなかった、ありがとうございます。はい、849枚です。まあでも十分です。実戦終了です。お疲れ様でした。さて、本日はですね、投資が2万ぴったりギリギリセーフで済みました。そして回収が、849枚、ということで、46枚貸しですのでマイナス71枚と、ちょっと足んなかった、いや思ったよりなくって、ちょっと最後流した時びっくりしましたけど、まあでも無茶ぶり的にはセーフ、ありがとうございます。よし、まあそうだな、今日はだから番長6台と、ジャグラー、吉宗3、クレア、またジャグラー、すごい動きましたけど、いい感じに2万ギリギリのところでジャグラーで当てるもしたし、吉宗もビッグで、まあ、だからあれですね、番長ですね、いらなかったのは完全に番長ですね、番長なかったら全然プラスやったもん、うん、誰だ番長で勝てる気がするって言ったの、勝てそうな気がしています、私だわ、もう何だったんだろう本当に、ちょっと番長スランプに今陥っている状態ではありますが、まあなんとか形にはなったかなという実戦でした。できればねプラスが良かったんですけど、まあ、ただ、今のところの総差枚もまだプラス3100枚ぐらいあるっていうことなので余裕でございます。まあなんで、まあ、今回は私の勝ちってことですよね。はい、ですがまたどんな無茶ぶりでも、どんな無茶ぶりでもは嘘です。はい、なんかこういうのどうですかっていう案があったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、まあもう少しプラスにできる立ち回りを朝の時点でできればよかったなっていう後悔はありますんで、それをまた次に生かして頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ということで、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。